江崎道夫のネットブリーフィング。この番組は不走者さんの協力でお送りしております。さて今回は立憲民主党と希望の党の今後ということで、はいはい、今回も評論家の江崎道夫先生にお話しいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあね、本当に、まあ、希望の党はこれ苦渋分解するんじゃねえかみたいな話もいっぱい、うん、まあ、出てきてますし、一方であの、ね、立憲民主党というのがやっぱりあの共産党とね、まあまあ、多分半分手を組みながらやっていく話 で、うん、でこれに関してあの、まあ、あの月刊正論がですでですね、まあ、あの評論家 の文芸評論家の小川栄太郎先生と、まあ、あの現代の保守求められるものということで対談をやったんですね、はい、でこの対談で、まあ、編集部が結局江田野先生がですね、自分たちこそ保守だと言ったんですよ。もう保守の定義がもう全く分からなくなってきて、保守だというので分からなくなってしまっているので、うん、そもそも保守って何みたいな話の中での、うん、まあ、あのその辺のところの議論の整理をしませんかみたいな、うん、まあ、提案だったんですが、これ基本的なことで言うとですね、あの共産主義に2つの考え方があることが大体分かります。それどういうことかというとね、マルクス・レーニン主義という考え方があるんです、はい、これは基本的にあの武力革命、うんうんうん、あの軍事力や武力によって共産主義革命を起こそう、はい、最終的に、うん、はい、これをマルクス・レーニン主義っていうんですね。でこれに対してやっぱこの、まあ、あの暴力革命では世界の革命は難しいと、はい、でそれよりも何て言うかな、先進諸国を内部から崩壊させる、うんうん、これどういうことかというと、例えばあのジェンダーフリー、うん、夫婦別姓、はい、あと要するにセックスリボリューション、性革命って言って、うん、いやそういう、まあ、さまざまな形でこの不倫は OK だとか、うん、もうそういうふうな話をしながら家族を解体して地域も解体して道徳を敵視して、うん、で法と秩序を混乱させて内部をぐっちゃぐちゃに先進国することで、うん、内部崩壊させる中で世界を混乱させて共産主義、うん、まあ、資本主義政権、資本主義の横暴というのかな、まあ、彼らでいう帝国主義というものを打倒しようという、うん、この新しい戦略は1960年代にですね、うん、あのヘルベルト・マルクーゼという人がですね、はい、提案したんで、このグループたちのことを新左翼って言うんですよ。ニューレフトって言い方をするんですね、うん、で枝野さんたちのやってるのは新左翼なんですよ、うんうん、でこの新左翼の人たちは反スターリニズム、反帝国主義といいまして、はい、マルクス・レーニン主義打倒なんですね、うん、武力は、まあ、武力革命で共産革命をするのはいや、やめよう、うんうん、だけど、ね、資本主義の横暴さというのは変わらない、はい、資本主義や帝国主義によって世界の貧しい国は混乱をいじめられ、また資本主義社会によって格差社会が生まれ、貧しい人はものすごい苦しんでいる。この資本主義の横暴を打倒するためには、ね、資本主義の横暴を阻止するためにも日本社会を解体していく、うん、夫婦別姓とか、はい、いうこの新左翼のこの マルクーゼも含めた考え方、うん、で枝野さんたち立憲民主党の人たちはどちらかというとそっちの考え方なんですね、うん、それって本当にそういうことを思って理解して政策とか ああいう発言をされてる、それは何かというと、あの家族があるからあの個人は自由を奪われる、うん、で個性の尊重も損なわれる。だから家族とか要するに貧しいから、ね、その人の力が発揮できない、うん、その貧しさや格差社会というものは資本主義が生んでるんだから、この資本主義の行き過ぎをどう是正するのか、また家族とか地域社会とかそういうので結構鬱陶しい部分もあるじゃないですか。だって親からいろいろいろ言われて、ね、うん、はい、だからそういうこの鬱陶しい部分というものをなくすことが個人の解放につながるんだという、はあ、うん、そのなんていうかな、共産主義が積極的にいいとは言わないんだけど、うん、資本主義というものやその歴史伝統というものは鬱陶しくて欠陥があるんだから、それを是正することが大事だよねというのがこの新左翼の基本的な考え方なんですよ。もう本当に本当にザ・個人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 そうで個人と人権、
という形でこの内部を解体していって個人の自由というものや個人の生きがいというものを達成していくというあのこの審査役のアプローチというものをでやってて、だそういう意味で言うと立憲民主党の枝野先生たちはあの反ソ連反帝国主義という意味では保守なんです。反共だから、うん、反スターリン主義なんです。なるほど、そう、はい、だからその枝野さんたちは別にレトリックで言ってるだけじゃなくて自分たちはあの反スター判定っていうんですけどあのこの反スター判定に基づいてやってるベトナム戦争以降のマルクーゼ流の資本主義解体路線を自分たちはやってるんであって、共産党が言うマルクス・レーニン主義とは違うんだと、うん、いうのがですねあの基本的なこの考え方なんですね。まあでも一般の人はそんなふうに思えない。だから枝野さんたちはお前たち共産主義者だろうって言われると違うっていうわけです。なるほど、違うっていうわけです。うん、だけど資本主義の横暴は許せないし、うん、安倍政治の横暴は許せない、うん、でね、こう個人の人権が侵害されている今 の, あの要するにあの大企業優先の、うん、要するにブラック企業という形で、まあね、社員たちを苦しめるような今の大企業の在り方は、いやあとまああの常念先生がいつも言ってる新自由主義みたいなグローバリズムは許せないみたいな、うん、いうような言い方でこ の, あの資本主義というものを是正していくということを言ってるんですね。でそういうなんていうかこのマルクス・レーニン主義とこのヘル、まあ、マルクーゼ流の審査欲のイデオロギーっていうものの区別をこちら側の陣営あんまりつけてない。そうですね、つけてないです。つけてないからその枝野さんたちが自分たちは改革保守だと言ってもその意味がわからない。ああなるほど。あのだからですねその辺のなんていうかな、あのこれあのだから向こう側の雑誌あのですね世界とかですね、うん、週刊金曜日とかあの中央公論とかですね、ああいうのを読んでると、あと生活協同組合のいろんな雑誌とかね、うん、ああいうの読んでるとそういう議論がずっと載ってるんですよ。そうなんですね。いやものすごい面白いですよ読んでたら面白いって言っちゃいけないのかもしれないけど、だから僕がこの、まあ、小川さん、まあ、先生たちに言ったのは、うん、そういう2つのこのなんていうかな、アンチ資本主義、アンチ帝国主義のイデオロギーがあって、うん、なのに、ソ連が崩壊した後もう冷戦は終わった、うん、共産主義の時代は終わった。でもその共産主義の時代が終わったというのはマルクス・レーニン主義が終わったというふうに言われているだけであって、うん、マルクーゼ流のニューレフトの考え方は今なお健在であり、うん、そういうイデオロギー闘争は続いていると思っているのが向こう側の人たち、うん、でこちら側の陣営の人はそれを分かってない、うん、なるほど、分かってないということなんですと、はい、でそこに、まあ、だからまあ別名白い共産主義って言い方もするんだけどね、うん、赤い共産主義っていうのは暴力革命、うん、白い共産主義っていうのは人権や個人を出すことによって共産主義あのそのなんていうか資本主義を打倒しようとする考え、だからその辺のなんていうかな、この議論を、ね、そういう構造なんですね。うん、だから僕はそれでその上でその夫婦別姓とか、うん、外国人参政権とか人権擁護法案とか、そういうようなものや人権とかいうことをやったり、うん、ヘイトスピーチとかね、そういうような形をすることによって、うん、その社会を混乱させ内部からおかしくしていこうとするそっちに対してもっと警戒心を持つような議論を保守側がしてこなかったことが、やっぱり枝野さんたちのやってることに対してこのきちんと適切な対応をしてない。だから枝野さんたちからすると、うん、お前たちは共産主義で左翼でけしからんって言われても痛くも痒くもない、うん、違うって思ってるんですよね。そう、違うと思ってるんで、違うからで、なおかつ不幸なことに枝野さんたちと一緒でいるその立憲民主党の先生方は自分たちは共産主義者と思ってないから、うん、あくまでも資本主義の欠陥を是正しようと思っているだけ、うん、あと個人の自由を抑圧するようなブラック企業や民族差別や、うん、あの人権弾圧と戦おうという
正義派だと思ってるので。はい、や今のご説明いただいて、その立憲民主党の議員さんたちの考えてるそういう主張の意味がちょっと理解できました、はい、だからそれのねことをやっぱりこう理解していく必要があると僕は思うんですね。だからやっぱりあのね、あのこちら側の人たちっていうのはあのなんていうか向こう側の人たちの議論ちゃんと理解しないので、うん、そうですね、理解できない、いやできない、できないのかな、あんまりしようとしない、そうですね、しようとしない、そういう構造があるっていうこともわからないかったね、わからないですよね、はい、だからやっぱりわからないというのはやっぱりそれはやっぱりだから繰り返しますけど、僕はだからそういう意味では敵の存在というのも分かんなきゃいけないし、でもそのまああのマルクーゼのやってることというのはでも事実上はあのコミンテルンがやったその資本主義打倒路線のあの要するに変形路線なので本質は全然変わっていない、あの変わってないわけですね、うん、だからその変わってないということも含めてイデオロギーとの他の対決というのは今なお必要で、そのイデオロギー闘争っていうものに対して警戒心を失ったことがやっぱり日本がこれだけね思想的に混迷してる僕は原因だし、保守側もね、あのまあだからもうメディア中国と韓国と朝日新聞の悪口ばっかり言ってるようになってるのはなぜかというと自分たちが何をと戦ってるかを見えてこなくなってる、うん、でそこをねちゃんともう一度再定義しましょうよというのが、まあ、僕の問題意識でして、はあ、いや江崎先生っていいですよね本当に。何が何が結構叩くだけの人って多いじゃないですか、はい、でも江崎先生ってそれじゃあそれだけじゃなくて、うん、もうそれそうじゃなくてそういうのを知った上でどう対応していくかっていうそういう道まで示してくださるじゃないですか、まあまあね、大体の方ってそこで止まっちゃうので、はい、まああの、まあ、チャンネルくらいはみんなねあの提案までしますけどね、そうですね、はい、そうです、はい、まあ他のはい、だからそういうようなことをやっぱりちゃんと考えていきましょうよ、うん、ということなので、あの、まあ、僕はだからあの、まあ、このまあねその上であのじゃあそれ対抗するためにどうしたらいいのかって言ったらまあ変な話ですけども、やはりそのブラック企業の問題とか、うん、そういう問題が資本主義の欠陥だっていうふうに彼らは宣伝をするわけだから、それに対してやっぱり安倍さん自民党は働き方改革と称して、はい、要するにブラック企業とかなんとかっていう問題はもちろん僕はそれ全部じゃないと思うんですが、うん、働き方改革と称してやっぱりこの労働者との権利というものを守る戦いをすることで、その枝野さんたちがやろうとしている、うん、まあそのまあそのじゃあのまあ資本主義解体路線というものに対抗しようとしている、いうことなんですよね。うん、でそういうことはあのもちろん自民党のですねあの、まあ、政策をやってる中枢の人間は分かってるので、分かってやってる。分かってやってるんだけども、このこちら側の保守系の人が働き方改革ってなんでそんなことするの、うん、ね、ブラック企業って言ったっていや猛烈社員で何が悪いみたいなね言い方をするんだけど、いやそうじゃないんだよねやっぱりその労働者の権利とかなんとかをこうきちんと守っていく中で資本主義の欠点を是正しようとし続けることでしか枝野さんたちのやってることの対等を抑止する力にはならないので、その資本主義の欠陥を批判して批判というかそういう是正とかっていうのを言ってくるのに対抗して、はい、まあ、資本主義のそういうところを少しでも改善して守っていくっていう、はい、守っていくっていうことが必要だし、もっと言うとあのやっぱりこのデフレによって若い人たちがちゃんとした給料をもらえないのに対して、まあ、金融緩和も含めたことをすることによって全体の経済のパイを大きくすることで、うん、若者の雇用環境を改善することこそが最大 の、ね、あの共産主義、まあ、いや新左翼に対する対抗手段であると、うんうん、いうことで経済政策ことこそが、ね、最大のイデオロギー闘争なので、でそこをやっぱりあの自民党はあの昭和30年の時には昭和30年かな30年かな決闘した時に自民党の決闘綱領の中にそういうこと書いてるわけですよ。うん、世界の共産主義と戦うために国民経済を立て直すぞっつって、はあ、そうなんですね。やっぱりね
あの自民党はね当初そういうことを分かってる、うんうん、でその分かってたそういう考え方を、うん、やっぱ昭和50年代以降忘れてしまったことが、うん、やっぱりこの日本の政治自民党政治の混迷を生んでしまったし、うん、それをまた立て直そうとしているのが今の安倍政権だということをやっぱりきちんと再定義しませんかと安倍さんがやってることをという話を、まあ、だから小川先生との間でルルして、はあ、要するにだからイデオロギー闘争は終わったみたいなことを言う人がいっぱいいるので、いやそれってあまりにも状況認識甘すぎる、はあ、枝野先生だって枝野さんもあの政見放送とかであの、はい、結構立憲民主党あ立憲民進党、はい、立憲民主党はい、のあの政見放送割といいないいなっていうかうまいなっていうか、うん、そういうなんだろううまいなって思ったんですよね。しかも言ってること、うん、右が左かの時代じゃないんです、イデオロギーの時代じゃないんですってあのおっしゃってましたよ。だからそのイデオロギーの時代じゃないんですっていうのは要するにマルクス・レーニン主義かそうじゃないのかっていう時代じゃなくなってるんだっていう形で言って、うん、でだから それからはその要するに個人の解放とか、うん人権の尊重とかそういう方向で行くことが大事なんだ、そうやってイデオロギーを隠して資本主義社会やさまざまなところに入り込んで、ね、高度資本主義国家である西側諸国を内部から崩壊させることが世界を、ねうんまあ、その資本主義からの悪から救うことなんだという壮大なイデオロギーなので、いや、 やっぱり本当にうまかったあの政見放送は、はい、うまかったということなのでね、だからいやあのだからやっぱだから枝野さんたちバカにしてちゃいけない、そうですね本当にいけないので、逆に言うとだから自民党の側がそういう経済政策をちゃんとやることや働き方改革をやっていくことやブラック企業やそういうものとかでちゃんと対応する、やっぱりあの人権というものをどういうふうに守っていくのかということを対応するいうことに的確に手を打つことがその左の陣営の台頭を抑える最大の防御なので、うん、あのやっぱりそういうふうにしてやっぱり政治というものを見ていった方がいいと思うんですね、うん、で一方でこの希望の党に関しても、うん、これほら希望の党が失速したのに対して、うん、この選別をしたからだとかいう話があるわけですね、うん、でその辺に関して言うと希望の党はあの一見保守のことを言いながらやっぱり同じようにこの内部留保課税みたいな形で大企業は悪だみたいな議論をやってしまった、ね、でいうこととあのやっぱりあのそういう意味での枝野さんたちがやってることについても小池さんたちがどこまで理解してるかっていうとわからない、うんうん、理解してないんじゃないのかな、うん、あの希望の党の所属議員さんとやっぱりお付き合いあるじゃないですか、うんはい、そういう話ってまだされたことない、そういう話をしてもやっぱり希望の党に行っている保守系のというかあの民進党系ので民主党だった保守系のまあ議員の先生方っていうのは安全保障、うん、いや憲法や安全保障をちゃんとやることが保守だと思ってる、あ、うん、なるほど、例えばあの細野先生、まあ、そういう形でやっぱりその安全保障とかなんとか半島有事の問題ちゃんとやっていく、では憲法の問題改正にも理解を持つ、そういうことをちゃんと考えるのが保守だと思ってて、うん、枝野先生的なそのニュース審査欲の言ってるイデオロギーにどう対抗するかというところの意識はあんまりない、そうなんですね、ないのでやっぱりどうしてもやっぱりあの希望の党の方の方が後手後手に回ってしまうという意味ではやっぱり非常に危ういなっていうところがあると思いますね、見てると。うん、枝野さんって頭いいですね。枝野さんというより枝野さんのバックにいる、まあ、そういう審査欲の活動家集団たちはそういうことをずっと考えてやっぱり議論を積み重ねながらやっているので、まあ、まあ小川先生から言えば枝野さんそこまではちゃんと考えてないよっていうふうにまあおっしゃるんだけども僕はそう思わなくて、やっぱり枝野さんたちはそういうことをちゃんと議論してやっている。じゃあもう本当にそういう審査欲と言われる方たちは本当に戦略的に計画的にやろうとしている。で怖いのはこの枝野さんたちがあのイデオロギー左翼のイデオロギー全面に出して、うん、あの要するに旧社会党みたいに、うん、
左翼イデオロギーまっしぐらいになるんであれば、うん、そんな怖くない、うん、国民的な支持を得ないので、はい、昔の社会党の再来なので、うん、いずれ潰れていく、うん、でもそういうことを言わずに憲法改正も議論していいですよ、うん、安全保障も議論していいですよ、うん、だけどやっぱり人権とか個性の尊重とか、ね、ブラック企業の絶滅は大事ですよみたいないうような打ち出し方をすると結構怖い。気づかないうちにどんどんそう結構取り込まれていくので結構怖い。だからまあ僕らとすればその左翼のイデオロギーまっしぐらいになってくれるなら安心、うん、どうしましょう、これ見ててあそのやり方ダメなんだって言ってうまくやり始めたらどうするんですか。いやだからうまくやり始めたら、ね、要注意だってことです要注意だということだと僕は思いますね。まあまあね、まだまだこの、まあ、今後ね、まあ、本格的な議論というのは体制立て直しを今一生懸命ね、はい、多分希望の党も立憲民主党もこうやっていきながら来年のね、まあ、通常国会に向けて体制をこう立て直していくことになっていくでしょうから、まあ、その動向っていうのはねちょっと見ていかないといけないと思うんですが、とにかくこの審査欲のやっているニューレフトの動きというものはとにかく舐めちゃいけないので、うん、彼らは非常に巧妙なので、で原発危ない、これは環境や、うん、子どもたちのやっぱり健康を守れとか、うん、繰り返すけどそうやって資本主義の欠陥を大きく見せることによって、うん、資本主義というものに対する疑念を持たせて、その資本主義に対する疑念の中でね、結果的に自分たちの支持者を増やしていくというのはこの審査欲の巧妙な手口なの で残念ながら保守系の人もそれに引っかかって行く人は結構いるわけですが、変わらぬその常套手段というか常套手段だから、そういうような彼らの手口というか手法というものをやっぱり大いにですねこう、うん、学んでいってもらえるといいなと、うん、やっぱりとにかく敵のやり方、敵と言っちゃいけないから、まあ、相手のやり方を理解せずにですね、うん、こう戦うっていうのはありえない。そうですね、まあ、スポーツもそうですけどやっぱり敵のことを知ってなんぼですか、そこからいろいろ戦い方を組み立てなきゃいけないのであって、うんね、自分たちがとにかくひたすら強くなるぞと言ったって、うん、相手側の出方や手法を理解しなければね、うん、勝てないので、やっぱり相手を知ることからですね。そうです、そこをですね理解していければというふうに思っています、はい、まあ、まだまだちょっと政治情勢こう、まあ、混沌としているので、まあ、個別のですねことについては多分ですねまあ、選挙がある程度落ち着いていくとこれから落ち着いていくとですね、まあまあ、民進党の方々にもそうだし、まあ、希望の党の方々もそうだし、まあ、いろんな方々、まあ、知り合いいっぱいいるので、まあ、その方々にちょっといろいろ話を聞きながら、もう少しですね具体的な話はこう、まあ、今後折々ご報告できれば、まあ、山本先生がいるからいいのかなって気もするんだけど、まあ、僕なりに報告をさせていただきたいと思います、はい、今回本当にこの左翼の構造が分かってすごく勉強になりました、はいはいはい、いや今日もありがとうございました。